はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。2018年の3月に入りまして、オープン戦ですね。日程的にはどうなってるんだっけ。オープン戦は3回かな。3月1日と8日と15で、3月30から、シーズンが始まるといったところですね。じゃあまず調整期間なんで、オープン戦は皆さんの調子を見ていきましょう。英国紳士が早速やる気がないけど、タッキーリが絶好調ですね。じゃあこのオーダーでいきます。ここはね、オープン戦なんで勝ち負けというよりはみんなの出来ですよね。って言ってこれでみんなの出来が分かるのかって言われると全然分かんないんですけど、早速1点ずつ入れられてる。お、新人くん来たね。峰井くん、英国紳士の足が F になってる。走力上げましたからね。いけ、お、なかなかいいんじゃないの。おお、これ同点に、あえ、走れるでしょう。どなた三塁にいるの。山田くん、足いいあれば別に走れると思うんだけどね。やっぱり学校のグラウンドは小さいから。お、これいいんじゃ。あー、ミート的にはいい感じだったけど、ちょっと上目を叩いちゃったのかな。いいね、いいね。第9投げました。1球目ストレート空振り、いきなり150キロ。あれ、バント。ここでバントですか。危ない球。メリーヨ君、弾道4あるのに揺さぶりもしや。俺がそういう指示を出したのかな。一回バントの構えをして揺さぶって強振で打てと。そして炎上を投げました。初球見送ってストライク。初球ストライクから第2球変化球ストライク。なかなかいいところのチャンスできてるからな。完全に外れたボール。これは完全なボール。ミネイは走力 D か。そこそこいい感じだね。打ちました。ファール。第5球投げました。これは流し打ち、どうだ。カットボールか。相手のピッチャー持ってるの。これで2アウト。ランナーは1塁2塁変わりません。決まってストライク。高速シュートとカットボールと第2球。下に落ちるのがサークルチェンジか。第3球を、なかなか癖のある球を持ってますね。ジョンソンは。ワンボールツーストライクです。バットが折られたね。ファースト、これは守備範囲内。追加点というか、まあ勝ち越しにはならずか。2回のカープ、この回は上位打線から始まります。さあ、タッキーリ。投げた。ボール。まずは低め。大きく外れました。39キロのスタミナは B か。投げ方がいいね。外の球、空振り。変幻自在。変化球は2種類。折り辺のエンジェルフォール。投げた。変化球決まってストライク。これはちょっとナックル気味に落ちる感じの変化球かな。高速スライダー。こういう投げ方でも別に構わないんだ。投球フォーム的にはどうなんだろう。こういう投球フォームはダメだよみたいな、ボークになるよみたいなのもやっぱりあんのかね。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター恐怖の核弾頭丸、恐怖の核弾頭を抑えて。変化球はボール。98キロか。第2球ミットに。2球目空振り、タイミング合いません。左手を入れてないですよね。ああ、入れてないよね。投げた。変化球ストライク。おお、いいとこつくね。第4球を投げました。ボール。うーん、外に逃げるスライダー。平行カウント。投げました。空振り。オーケーオーケーオーケー。ボール球で仕留めました。バッター、まあ大丈夫でしょう。坂本。じゃあ6回まで行って、さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ひときわ大きな声援が聞こえます。峰井君が結構出てくれるのか。さあ次の投球、アウトコース低めのチェンジ。やっぱりタイミングを合わせるのが難しいのかな。打った。ボテボテの当たりはショートゴロ。ボテボテだな。ショートから一塁送球。とりあえず進塁打にはなったか。なおもチャンスが続いています。そこからの炎上を投げました。ボール大きく外れました。第2球投げました。これは外に逃げる。あー、高速シュートを振ってしまったか。振らされた感じだな。低めボール。カウントは2ボール1ストライク。
第4球を投げた。いいんじゃない打ちました。ちょっと振り遅れましたね。追い込んでから追い込まれてからの、お、いいんじゃんこれ。打ちました。上がってレフト線ぐーっと打球が上がってグラウンドが狭いとはいえいかないか。これで3アウト。パワーがねもう少しあればもしかしたらいったかもしれないですけど、3点取られたか。負け担当復帰戦だね。復帰戦ここでちょっと調子を取り戻してもらいたいね。負け担当にはセカンド取りました。まあ見事これでワンアウト見事1球で抑えて9回まで回しましょう。このまま終わるわけにはいかない。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で高田ツーシームジャクソン第2球投げた見送ってストライク。 V スライダー第3球を投げました。ツーシーム空振り追い込んでさあ投げました。止まってか、お、打ちました。切れていきます。ファール第5球投げました。打った。これはちょっとセカンドの左セカンド二塁アウト、スリーアウト、アウトだね。ランナーさあいよいよ最終回。9回はジャックスが投げてますね。今日はここまで3打数ノーヒット1三振ストライク。一応3球しますか。調子が良ければ打った。なかなか使えそうな感じだけど、オーケーオーケーオーケー。これでワンアウト、まあ、きっちり抑えて、まあ、この試合はこれで終わりかな。まあ5対2か。やっぱり投手陣だね。ドーソンって何？ローソンみたいだね。ジョンソン、ジャクソン、タッキーリ、みんな横文字だな。一応これでもファンは増えるのか。オープン戦。コントロール T 田中がコントロール上がったな。あれキャンプで変化球練習させてた人たちって。どうなってんだ。お任せになっちゃってるのかな。じゃあゆつちゃんは球速を上げていきますか。コントロールがねじゃなくて変化球が1種類っていうのもちょっと辛いもんがあるけど、スタミナ F はきついでしょう。うさぎちゃんはもう球速を上げてもらって、シュート強化レベル3、球速140欲しいんだけどな。6キロ上げるのって大変だよな。サクセスとはまた違うからね上がり方が。オリジナルボールの強化、そうだね、33あるとちょっといいよね。近所コントロールがちょっと B に行きそうだから1回コントロールを上げましょう。で T 田中球速だな。コントロールとりあえず F になったんで、負け担当は一発を削除してもらって、一発持ってるよねってかすげえ持ってんな。吉田くん変化球練習をさせておこうかな。スライダー強化1だったらやっぱり2は欲しいからね。曽根くんもカーブの強化だな。スタミナはさすがに F は辛い。ドロップカーブ3か。宮内くんどうだろうな。球速をちょっと上げるか。ランタもな、やっぱりスタミナだよな。スタミナとりあえずみんな最低でも抑え中継ぎでもいいは欲しいからね。で高知スタミナで田中くんは頑張っていきましょう。で美羽ちゃんはナックル強化、このままナックルボーラーで。正宗は、スライダーを強化しよう。イソッチちょっと変化球を1だけっていうのもねなかなか辛いものがあるから、シーズン中に2になってもらえればね、キャンプでもう1個覚えさせればかなりいいピッチャーにはなると思うんですよね。粉砕心も2の変化球が欲しくて、シノンって先発か。スタミナ C は欲しいよな。若松も球速も遅いけどな。球速から上げていきますか。てか1年でどれくらい上がるのっていうのがあるけどね。フルサイボーグとりあえずスタミナを E に持っていって、まあ2にあればいいかな。スタミナが C になりそうだからスタミナ練習をさせて、
ホラーはちょっとカーブを上げておくか。で、野手陣はお任せの人が一人いるね。山田くんか。ちょっと野手で見とかないとな。山田くん。どういう、あ、そっか。ミートだな。で、英国紳士はミートを上げてもらって、あとは大体もうそのままでいいかな。森田くん弾道アップ。弾道3にしたいっていうところだから、うん、これでいいでしょう。 OK。 じゃあちょっとオープン戦は最初の1試合で、あとはみんな調整してもらいましょう。あれ、タッキーニってさっき投げてなかったあ、そうか、オープン戦だから間が空くからスタミナはもう回復するのか。じゃあちょっと太田くんでも入れますか。キータ中は調子が悪いんで、うーん、8対3か。でもファンは増えてるね。期待されてんのかな。3年目頑張れよって。あれ、ここら辺でいくと30日っていうその日数がさ、どういうカウントになるのか。あれだよね、すごい、野手じゃなくて投手覚醒させるって言ってたな。太田くんが確かね、勝ってくれてたんですよね、うちの稼ぎ頭。太田くんを覚醒させましょう。とりあえずシーズンが始まったら練習強化を使って、最後のオープン戦ですね。ゆずちゃんも調子が悪いな。じゃあ宮内くんでいきますか。おー、いいね。4対11点に抑えたから、最初に1点取られたけど、英国紳士とカリンちゃん、やはりこの2人が打つね。この2人が打ってくれれば勝てる確率がだいぶ上がるな。ピッチャーの調子も良かったし、T 田中コントロールが下がり始めて、タッキーリオリジナルが3になった。あ、てか今下まであったね、成長表が。さて、いよいよペナントレースの始まりだけれども、ちょっとまた練習を見て、タッキーリが 3-3 になったから、あとはちょっと球速を上げていきましょう。で、ここから練習の強化を使って、あ、そっか、覚醒したからいっぱい上がったのかなここも後で見返さないとね。じゃあ開幕戦なんで、開幕勝利を飾るためにタッキーリか。うん、そうだね、タッキーリに託しますか、開幕投手を。頼んだぞ。ここで1勝できるかどうか。ここで1勝できれば3年目はかなり期待ができるからね。いよいよプロ野球ペナントレースパシフィックリーグの開幕です。パワフル対埼玉西武ライオンズ、1回戦の模様をお送りいたします。開幕戦をさ、パワフルの先発は左の学校でやるってどういうことなんだろうね。しかもなんか垂れ幕にさ、目指せ全国制覇って書いてあったけどさ、完全に甲子園用だよね。ここの野球部の垂れ幕だよね多分。投げました、初球はストライク、まずは入れてきました。第2球投げました。気持ちが乗ってるよね、投げ方に。これで追い込みました。第3球は行くぜって、おりゃん。一球外した、ボール。カウントはワンボールツーストライクです。投げた、インコース低め、すごいね、エンジェルフォール。まずは先頭バッター三振に仕留めました。見事だ。あとは点を取ってくれれば万々歳だけど。試合は後半6回に入ります。右バッターボックスはトップバッターの金子。まだタッキーリが投げてるか。今日はショートゴロと、まあ1点だからね、頑張ってるよね。完全なボール球、スタミナもまだ半分以上残ってるから。投げた、決まった、ストライク。金子足が速いね、走力 A。 これ出られると盗塁される恐れがあるな。キャッチャーの方強い人いないからね投げた、もう塁に出たら走られると思わないけど。お、いいねいいねいいね。これでワンアウト、ランナーはありません。とりあえず今は我慢の時だな、援護が来るまで。さあ9回まででチャンスが来るかどうか。
うおお、失点をしてしまったかってかさ。バッターは獅子の切り札鬼崎。2本しかヒット打ててなかったよね今。まだたっきり投げてるか。第2球投げました。ちょっと打線の援護がなかったな開幕戦。第3球は打った、引っ張った、ライトへ飛んだ、ヒット。うん、鬼崎ナイスバッティングです。バッターは7番ホフマン。今日はここまで3打数1、やはり開幕を勝つっていうのは難しいよな。このチャンスを何とかものにしたい。ここで松潤第9球いけ、インコース見送ってストライク。152キロ、いきなり152キロ。第2球一矢報いるんだ。危ない球投げました。見送ってストライク。お前の学んできた全てを出せ。追い込んでから投げました。ペナントというよくわかんないところでペナントでマジ何してきたんだろう。絶対怪しいなんか薬物やってそうだよね。アウトコース高め、スライダーは外れても。それこそなんか大丈夫博士のオペとか、まあ、そこまでね成長はしてないけど、ね、ハイパーオペ受けるとめっちゃ上がるからね。第3球を投げました。見送ってストライク。このまま簡単に終わるわけにはいきません。投げました。弟子みたいなのがペナントにいるのかな。能力を2つだけ上げることができる。ランナー見た。あ、失敗は多分ないからね。失敗するっていうことは最後英国紳士で終わったのか。やられたね。3安打完封か。でもまあ400人増えてるね。あー来た太田選手。さて、球速上がってコントロールも上がってスタミナも、B に近づいてますね。コントロールが E になったので、ちょっとスタミナを B まで持っていきますか。球速がな1キロだけじゃなくてもう少し上がってほしかったんだけどな。そこまでの爆発的な伸びはないのか。スタミナとりあえず1上げたらまた別の練習に切り替えましょう。さて、いつ一勝できるかがポイントですね。 T 田中やる気は普通か。ちょっとこれは T 田中に任せるか。太田くんが13対9、打ってるけど、てかさ1回にめちゃくちゃ打ってるけど2回にめっちゃ打たれてんね。で英国紳士メリーヨか。英国紳士でも2試合目で早速ホームランが出てるんで、今年も期待できそうだな、ホームラン王。負け担当、お前はまた怪我をしたのか。負け担当って怪我どうなってんだ。本塁打記念バット、まあ、作ってやろう。お前は頑張ったからな本当に。こっちじゃなくてこっちか。ペナントショップ、900円。調子2段階、チームワイヤー、ファン人数が少し増えます。あれ打撲って書いてあるね。転倒する、壁にぶつかるなどで体の一部に生じる傷にならない痛みのことそんなのまで説明するんだ。ゆずちゃん、負け担当が潰れている。8対2か。秋山に1号が出てますね。ファンはでもちょいちょい増えてるね。よし頼むぞ英国紳士。お、ナックルが4になった。4あれば、まあ、それなりに大丈夫でしょう。みゆちゃんのナックル強化を一旦終わりにしてコントロールを上げますか。やっぱりね F っていうのがね、2軍の人たちも絶好調。田中が絶好調だな。田中でもなスタミナが全くないやつだったよね確か。ちょっとなスタミナを鍛え上げるまで田中君は練習に励んでもらえますか。ちょっと申し訳ないけど。ニコガミのスタミナが上がってちらほら D っていうのが出始めてきましたね能力的に。さてアウェー戦、先発は吉田くん。やっぱりな1勝ができないな。1勝が
メリーヨのパワーが C になったから、メリーヨって何あげてたっけ。ちょいちょい練習を見ないといけないですね。野手メリーヨ、メリーヨ、あれメリーヨどこだ、全く見当たらん。あ、ここか。あ、打撃練習にしてんのか。じゃあもうミートでいいでしょう。さて、4連敗の借金4、もうそのまんまっすね、そのまんま。太田くん、太田くんは、やる気が結構あるんで、てかゆずちゃんさ、今になってやる気出し始めてんだけどスタミナが減ってる時に。3対2、あ、ファンが減ってしまった。これは連敗中のメガホンは別に作っていいからね。よしよしよし、球速が上がってくれてる。ここら辺は全然安いっすからね、500円とか。まあ、これでやる気が上がってくれれば万々歳だけど。宮内くん負け担当がファーストに入ってんだ。大谷か、大谷がもう2勝目ですね。ファンは160人、期待の新人出場って書いてある誰だ峰井、宮内、T 田中、調子が3人上がって、白石のパワー C、サティアンもパワー C いってるね。白石とサティアン、野手白石、サティアン、白石は、パワーはもういいでしょう。こいつどこだっけ、ファーストか。じゃあ全然、ミート練習でいいでしょう。あとサティアン、サティアンもファーストか。ミートを上げていこう。もう打てる、うちは点を取っていく。ピッチャーが炎上しても点を取ってなんとかする。タッキーちょっとやる気がないぞ。先発陣ちょっと少ない、抑え、今一軍の抑えって何人いるんだ。ちょっとこの試合終わったら見てみよう。てかやる気がすげえな、みんなみんな好調っていう。西野さんにセーブを挙げられている。新戦力じゃなくて采配。野手一軍登録。あ、そっか、でも抑えって一人しか入れられないもんね、そもそも。中継ぎ、中継ぎってやっぱ5人いた方がいいのかな。4人で回して1人先発ここに入れたりしたらダメかな。負け担当は一応負け担当用で入れたいしね。怪我しにくさ G か、やっぱりそりゃ怪我するわな。どうだろうな、中継ぎもな、絶対的な中継ぎのエースが不在だからな。やっぱ5人置いておくか。そうすると先発一応1、2、3、4、5、まあ、先発中継ぎやつで6人で回してる感じか。じゃあまあ悪くはないな。T 田中頼むぞ。お、金城が勝ってる。てか10回、誰が打ったんだ、どっちだ、高台かかりんちゃんだなどっちかがホームラン打ったな。さよなら。すげえ、4000人も増えた。お、ジャックス試合で活躍しました。これ活躍できないとさ、下がるからね。和製、準和製チームで勝利、どういうこと、日本人だらけってこと。おっ、ティータナか、突き指してしまったか。ん、赤木について、能力タイプはバランス型かもしれません、かもしれませんってなんだろうよし、このままこのまま一気にいこう。吉田くんが絶好調だね。ちょっと絶好調キャラは入れておきたい。勝てないか。3対1、10回、結局延長までもつれ込んでの敗北本塁打王記念バットも調子下がるんだ。ファンの人数がかなり減りましたって、マジかよ
だって増えるのはさ少しだよね。減るのはかなりか。こういうグッズってさ結局作ってもさ活躍できないからね。結局だったら作んない方がいいのかな。来たーサクセスチーム。これ誰絶対サクセスの人じゃないよね。今年移籍してきた人だよね誰が移籍してきたっけ。ちょっとサクセスチーム相手に頑張っていくか。おちょっと太田くんこんな、どうする。オフのゆずちゃんを持ってくるか。緊急登板大丈夫だよね。これはちょっと監督命令だ。やっぱりね投手はね先発の日に向けてコンディションを作っておいてもらいたいっすよね。だいたいさ先発になる日とかって前もって分かると思うんだけどね。実際の野球はどうやって先発決められてるか分かんないけど、でもいきなりお前今日先発なっていうことはないと思うんですよね。よっぽどのことがない限り。ローテーションっていうのがあって、低め外れてボール。でそうすると前々からいつ投げるかっていうのは予測がつくと思うんだけど、まあ、ちょっとプロだからね、そういう体調管理もやってもらいたいものだけど、立川から見事打ったな。さて高橋圭はね足が速いからねやっぱり警戒してるね。これはいいね、よく見た。一塁へ牽制球を送ります。立川くらいのピッチャー欲しいっすよね。141キロだっけこいつ。再三ランナーを牽制します。141の CB で333っていうバランスがいいっすよね。低めカーバー外れてボール。カウントは2ボール1ストライク。あ、特殊能力がでもかなりいいんだよね立川は。センターへ上がってさあ走れ。いいねいいね。確実に1点を取っていく。パワフル同点1対1。でもバントは下手くそだからバントはしないと。高橋圭が二塁にいるってことは1本出てくれれば生還ができる。よしいいぞいいぞいいぞ、これ帰ってくれるでしょ。おお見事だ。ただね相手がねサクセスチームだからね何点入れられるか分かんないからな。カリンちゃん打っておいてもらいたい。ここで初球空振り、惜しい惜しい惜しい。1球目空振りからボール。カウント1ボール1ストライク。よく見てるよく見てる。第3球を投げました。これは入ってこない。おお振らされたか。高めの投げました。変化球はボール。カウント2ボール2ストライクです。投げました。三振がついて対左がついてチャンスがついて投げました打ちました。大丈夫か打てるかこれ。投げました打ちました。1、2塁歓迎の当たり。パピヨンってセカンドにいることの方が多いな。投げてるかあいつちゃんと。でもチャンスは作ってくれるね。覚醒した男赤木。覚醒した男になってる赤木。お打ちました。フラフラッと上がったショート落下点。いい感じでカーブに合わせたと思ったけど、これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。第9タイピン B か。変化球ストライク低め。タイピンチを持っている投手も欲しいよな。ピンチのところで見事締めてほしいんだけど。うちのピッチャーでタイピン強い人っていたっけ。最後の失投反応できなかったか。先行チームこの回は2番からの高打順。さてゆずちゃん頼むぞ。最初のバッターボックスはこの投球フォームみんな好きだね。何人かいるよねこの投球フォーム。木所ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。あれ木所移籍したよね。はや。これは悠々せ。超余裕だな。ここで友沢だからね。友沢も半端ないよなこの能力。あやばいこれやばい。走られるぞ木所。うわ走ってきたね。さすがだ。さあここをしのげるかどうかな。滝本とかね。もう絶対打たれるよ。3点か結局。パワフル。ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という場面で新井。第2球ここで一発が出てくれてもいいけど9番か。投げた。お打った。これはいい当たりだ。入れば同点だ。え入る。伸びていく。入らないか。掴みました。ランナー三塁へスタート切った。セカンドから三塁送球。
パワフル。なおもチャンスが続きます。レーザービーム持ってますよね。打順は1番に帰って赤木、今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。つくもはね、俺外野作る上では結構好きなんですよね。イベントもね、体力回復があるんで。これは1人になります。惜しい惜しいって、お前どっちの応援してるんだっていう感じだけど。タイムリーツーベースヒット。いいねいいね。これで今日は3打数の2安打。ランナー1人を置いて迎えるバッターは。いい試合をしてるじゃないか。三振、完全に外れたボール、はっきりしたボール球。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチセーフ。さあ次の投球。ボール、アウトコース低め。見えてる見えてる。これは完全なボール球。カウントは2ボールノーストライク。ここからの強振。投げた。外のボールを泳いだ。ちょっと振り切れるね、やっぱり。滝本って守備どうだったっけ。第5球投げた。打撃能力はめっちゃ高いけど、これはおお。高大いいバッティングを見せました。高橋圭、ここ第9ボール、チャンス F の対左 G。 第2球投げました。ボール、バッターよく見ました。カウントは2ボールノーストライクです。C あるから高速やってくれそうな気がするけど、第4球パワーもね D あるってことは、まあ持ってけるよね。持ってけるよ。持ってけなかった。ぐーっと打球が上がってきますが、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。 91.7 って書いてあったけど、 91.7 メートルってことかな。パワフル。ゲームは後半に入ります。先頭バッターはジャックスが今日はライトフライとレフトフライ。インコース低めストライク、タイミング合いません。つくもは流し打ち、ハイボールヒッター、レーザービームですね。完全に外れたボール、大きく外れました。これ草くわえてるけどさ、投げました。プロ野球でさ、草くわえてさ試合に出ていいのかな。第4球は打ちました。ピッチャー返し、抜けた。打たれたか。つくもナイスバッティングです。バッターは9番碇すみ。パワフル、好展開で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁3塁という場面で、ロマンあふれるこんないっぱい持ってたっけ。投球これから2球目ストライク。押し押し押し、あれ当たってれば多分ホームラン行ってたな。投げました。エクシンしたらちょっとやる気がねえな。どうだ。お、これはえすげえいいとこじゃん。フェアだ。すげえすげえすげえ、さすがだな。パフル、点差を3点に縮めました。ノーアウトランナー1塁2塁となりまして、赤木君ってどういうバッティングの、あ、そうか、足か。まずは見送りました。だから1番止めてるのか。インサイド見送ってストライク。サクスペでね、立川もね欲しいんですけどね。アルボール。第4球を投げた。ボール。立川は常設されてるガチャからは出ないんで、サクスペの場合は。ストレート。そこがちょっと悲しいところだよな。バッターは2番コーダ。今日4度目のバッターボックス。低め、高速シュート外れてボール。そうか、尻上がりも持ってるのか、立川。第2球投げた。インコース低め空振り。第3球を投げた。これは、あ、真ん中ちょっとコントロールが乱れたね。第4球を投げた。三振。やられたな。バッターは3番高橋。今日はここまで3打数1安打。おおお。今の当たらないんだ。第2球完全に当たったと思ったんだけど。あ、打て。よし。打った。ライト前に出る。ちょっとボールだった。どうだったかな。掴んでこれで3アウトになります。つくもの守備機会が多い気がする。4点差か。ヒットはね打ってるんだよね。スコアボードを見る限り。でも立川も粘るね。直球見送ってストライク。伸びのあるストレート。第3球立川4点取られてるからね。でもまだ投げ切っているっていう。このスタミナが切れたらもう終わりだな。これ打たれたら終わりだな。立川多分取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁。またつくもか。チャンス B。 投げました。ボール。お前のチャンスの強さを買って。投げました。バッターの足元。今年入団させたんだ。てか髪の毛めちゃくちゃ長いな。ストレート決まってストライク。野球やりづらいだろ。第4球を投げた。ストレート髪の毛からさ腕が飛び出てるからね。追い込んでから第5球。絶対構えにくいでしょこれ。切れていきます。ファール。さあ立川使ったね。打った流し打ち。アルボール。さてここ打ち崩せ。打ちました。コチヤ追い込まれていますが粘ります。めちゃくちゃ粘るな。流し打ち。どうだ。ダメだったか。立川取ってアウト。パワフル。キジリちゃんがファーストやってるね。ああ。さあチャンスが広がって赤木。第9投げた。力配分が発動してる。ここはよく選びました。舐められてるぞ赤木くん。それでいいのか。
はっきりしたボール球、カウンター2ボールのストライク、決まってストライク。クレッセントムーンもね、めちゃくちゃ打ちづらいんですよね。打て、よし、打った強い当たり、打球、いいね、いいね、いいね、オーケー、オーケー、オーケー、さすがだ、パープル見事着想、オーケー。見た目おっさんだな、ヒゲ生えてきた。いよいよ9回に入ります。トップバッターは2個が2点差か。直球ストライク、インハイへ。返せない点数じゃないんだけどね。ストライクから投げました。ちょっと爆発しないと。これで追い込みました。厳しいかな。第3球は危ない球。次が4球目。ミチリちゃんもミートはあるからな。空振り三振、バッターアウト。よし、ナイス。三者連続。バッターは5番。最後か。本当怖えよな、ここのチームは。さて。おお。ここはなんとか追いつきたい。打て。ランナーとランナー一塁三塁という場面。カリン。カリン。今日は三打数2安打。チャンス G。対左 G。内角低め。おお、よく見た、よく見た。外れます。カウントは。これはこれはすげえ期待できる。おお。バッター追い込まれました。三振も持ってんだっけこいつといえば。見送ってボール。カウントは2ボール2ストライク。投げました。犠牲フライでな、1点取ってもね。パーソランナーを散らした。1塁だからね。空振り。あえ、振ってしまったか。フォークで決められたな。今日はここまで3打数1安打。小山君。決まったストライク。スライダーを入れてきたね。パワー G、ミート G。最悪代打送り込んでもいい気がするんだけど、これって代打送り込めないよね。追い込んで。ダメか。お、いいね、いいね。よくやった、よくやった。さあここでチャンスに強いこちら。危ない球。第2球。チャンス B 頼むぞ。これはカウンター2ボール。よしよし、よく見た、よく見た。第3球。イブシ銀って発動するとどうなんだっけ。カウンター3ボール。能力的なものが分からないからな。投げた。あ、これいいんじゃん。うわあ、振ってもらいたかった。今のはマジで振ってもらいたかったな。あ、これ、おお、いいね。ナイスナイスナイス。よく見た、よく見た。さあここで今日乗ってるね、赤木。これいいんじゃん。お、これは赤木、お前マジか、すげえ。第2号か。しかももう2打席連続か、すげえな。これは今日完全なるヒーローだぞ赤木、お前は。劇的サヨナラ満塁弾、いいね。そうか、そうするとニコガミくんが勝ち投手か。滝本パピヨン、サイガ打ってるね。サイガなんてもう3本だからね。で赤木が1号2号か。いやー、今日のスーパーヒーローだな。最後5点っていうところがすごいよね、9回裏で。おお、逆転満塁サヨナラホームランに惚れた人が3600人もいるよ。おお、サイン入りグラブ開発しないけどね。活躍してもらったところ申し訳ないけど、開発はしないけどね。よしよしよし。今能力アップアイテムって何残ってるっけ。多分野手覚醒は使えないんだよな。弾道か、打ってくれたからね。弾道上げるっていうのもいいけどね、守備型のものしかないな。どういう能力だったっけ赤木。新戦力じゃなくて采配。そうだ、覚醒したんだよね。そうか、守備を上げてもう完全に守備もできるようにしようかな。守備 C あれば守り面でも全然不安なく任せられるからね。守備上げよう。赤木くんの守備を上げて、でそうすれば総力 B あるからまあ大体一番あたりで使えるはずだ。これで赤木くんの能力か、どこまでいったんだ。おお、守備 C になってるね。よしよしよし、これで結構一番は決まったな。赤木お前に任せる。はい、というところでまあ第1回目のところで2勝くらいはできたので、まあ去年よりはいい感じのスタートを切れてると思います。じゃあ今シーズンも頑張っていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。